ということを評価されてしまいますから、うんね、あの王さんもあれですか、もし、もし、ね、あの韓国におられた時は日本の悪口言うてました。いや言いましたよ。ハリチ教育で強く受けましたし、はい、私もね、まあ、子供がもうすごいね、ハリチ、ね、反日でしたので、もう集まるとね、はい、もうすごく日本のことよく悪口言いましたね。したで、日本に来てしばらくの間も韓国人同士集まるでしょ、はい、でね、もう特に日本ですから、はい、まあ、いろんなことね、こう嫌なことを 見るでしょ、はい、そうするとそれを反日に結びつけるんですよ。例えばこんな嫌な日本人に会ったとかなると、それをね、もう反日、彼らは歴史的にあだこだということに常にその結びつけて、はい、まあ、日本の悪口を言ったものでして、はい、まあ、今から思えばですね、まあ信じられない。いつぐらいから変わりましたですか、王さんは。いや、私もね、うん、まあ、自分、まあ、プロセスがいろいろありましたけれども、うん、まあ、大体5年ぐらい経ってからじゃないですか、うん、なるほど。まあ、それで真実の歴史はどこにあるのかという、うんうん、でそれまでね、まず真実の歴史をね、学びたくもない、うん、もう拒絶感を感じたんですね、はいはいはい、でだんだん、あ、まあ、ちょっと勉強会がありまして、うん、その勉強会にたびたび私も顔を出したりとかしてると、うん、はい、特に韓国に関心のある、まあ、ビジネスマンとか、うん、の集まりだったんですね、だから真実のその歴史、韓国のことをね、ズバズバとものすごく言われるんですよ、うん、で最初はね、ものすごく気持ち悪かったんですよ。反発しますよ ね、もう反発したりとかしたんですけれども、はい、でもね、もうだんだんね、その何が真実なのかということをね、はい、自分で今度はいろいろ本も読むように、はい、なったり、はい、まあ、だんだん日本語で読めるようになっていきますとね、はい、ずっと読んだりとかすると、はい、これはちょっと韓国 の、うん、あの歴史観というのはおかしいんじゃないかという気持ちになりました、ね、でも最初ショックを受けたでしょ。いや、ものすごいショックを受けて、ね、だって自分たちが教えられていることと正反対のことですからね。そうですよ、歴史問題もそうですし、日本人の考え方とかも、はい、なぜそうなのかというようなこと、私はすごいいろんなプロセスがありましてね、うん、はい、私も書きましたよ。日本人もね、はい、今こそ韓国に謝ろう。でもね、おっさんに向かってどうするんですか。そうですか。でもね、いや、でもね、日本歴史だけじゃないんですけど、まずこれは国民性の問題だということを気がついたんですね、歴史を考えるその認識問題とか、はい、でこれはね、日本人韓国人ね、これだけ考え方が違う、価値観が違っては、もう永遠にこれはお互いに分かち合えないんだという気持ちになって、じゃあこの日本人の考え方、価値観を徹底的に自分の、ものにしてみようと思って、ものすごい努力したんですよ、で感覚的に、はい、例えばそのためにできればその間はキムチ食べないで漬物にしたとそこでね、それで随分変わったんですよ。食べ物っていうのは大きくてね、本当大きいですよ。食べ物はもうそれまではね、和食食べないんだと思ったんですよ、日本にいながらも。そこまでそこまでしたんですよ、はい、拒絶反応というか、ね、なんで日本に来たんですか。いやその理由はね、はい、日本に行けば海外へ行くチャンスが多いと。韓国ではね、あの頃はね、難しかったですよ、外国へ行くのが、まあ、アメリカとかね、うん、一番行きたかったアメリカ、大陸に行きたい。ステップボードみたいな感じですか、うん、それで日本は、うん、まあ、先進国だし、東京行けば、はい、その道は開かれるだろうということで、まあ、そのために日本に来たと。だそれでもう常にアメリカとカナダ行く道を模索してたんですね、うん、だから食べ物も韓国料理は基本ですけど、うん、まあ、自分で西洋料理を楽しんだり、うん、食べたりとかね、うん、でも日本に食べ物をね、日本の食べ物を食べると負けてしまうんだということで、ものすごい抵抗してたんですよ、もうこれ 2,3 年ぐらい、でもそれを自分が反省して、でそれで食べ物を買いました。で日本の神社もね、すごくね、抵抗ありましたね、神社ね、神社、はい、で韓国ではね、この自然信仰というのは、はいはい、やはりこれ未開なんですね、未開人という発想なんですね、はい、だから自然、儒教では人間の先祖以外を拝んではいけないんですね、自然、山であったり海であったり、はい、水であったり木であったりね、はい、ここにしめ縄を張って、それを拝むというのは韓国では迷信といって、まあ、低いレベルであるんですけれども、まあ、高度な知識人たちはそれを否定しなきゃならない、うん、儒教ではそうなんです ね、 ね、で日本ではね、大知識人どころか、もう、うん、長田町などでもね、もういろんなところに神社があるでしょ、はいはい、でビルの屋上にまで神社があって、ね、もう政治家ですら行ってね、もう手をポンポン叩いたり、うんうんうん、
もうこの感覚がすごく抵抗あって不思議に思えたんですね。それである時からこの日本人を知るためにはまずこの日本の神道をちょっと受け入れなければならないかなと思って、まあそれから祭りも気をつけてみたり神社も行ったり、そうしているうちにもうだんだん分かるようになりました。これではねもう根本的に日本人韓国人というか朝鮮半島中国人とのもう考え方の根本的な違いがあって、これはいくらね表面だけ歴史問題だったり政治問題でいくらねやってももう永遠にこれ分かち合えないんだということを私はそこで知りましたね。そうですね、いや本当そうなんです。本当はね、あの日韓は断交すべきなんです。いきなりですか、はい、あのね、いきなり、いきなりそこ行きますか、はい、あのね、日本人はね、いや同じ人間だから、いつかこちらが誠意を持ってすれば、韓国の人はいつか分かってもらえると。そうなんですよ。これを、ね、何十年もやってきてね、もう大バカなんですよ日本人。もう韓国人はね絶対分からない。分からないですね、分からない、永久に分からない、だからね日本人がねいかに誠意を尽くしても、いかに真心を持って接してもね分かってもらえない。これは真心という概念が違いますか、はい、もう全然違います、ね、これはもう、ね、突き放すしかないんですもん、まあ、このいわゆる徴用工訴訟問題に関しましても、新日鉄は確か韓国の地下鉄や高速道路の普及に対して貢献したとして韓国で過去に評価されて勲章を授与してされてるんですか、その会社が。新日鉄の、新日鉄、そうですよ、今ね、訴えられてるわけでしょ、新日鉄 の, あのかつての、ね、会長だった有賀さんという方、私は親交がありまして、たびたび何度もお会いしましたけれども、あの方にはね盛んに言われましたよ、あの戦後ね、その1965年、まあ、基本条約結ぶでしょ、はい、それ以降日本からですね、もう経済援助をたくさんするわけでしょ、はい、もう思いっきりしましたよ。そうでしょ、はい、当時ね日本韓国の国家予算が3、いくらでしたかね、3億、うん、3億5000万ドル、うん、あったところに、日本は、まあ、合計ですね、有償、はい、無償、民間企業の協力で11とか億ドルを支援したわけなんですね、はいはいはい、そこであの戦後その他に技術なども、はい、日本ほとんど日本からですよ、うん、韓国へ提供したと、はい、でその時に一つは新日鉄がですね、韓国の地下鉄とか高速道路に、はい、たくさん貢献しましてね、はい、それでパク・チョンヒ大統領から、もうものすごいいつもね、もうあの評価されたそうですよ、はい、もうとてもたびたびお会いしたそうですね、それで、勲章をいただいたとね、その時にね、そうですよ、それで聖火台に呼ばれたそうですね。あ、大統領官邸に、うん、そうですよ、すごく嬉しいことでしょ、みんなの評価されて勲章までいただく、ね、韓国の僕は嬉しいないけどな、反外の奇跡にね、反外の奇跡ということの裏には、はい、日本 の, あの貢献がすごく大きかったし、新日鉄の貢献がすごく大きかったわけですよ、はいはいはい、でそれなのに、まあ、でもね、うん、それで勲章をいただいたんだけど、なんとね、聖火台の密室で行われたと、はい、要するに国民には知らせない、知らせない、人目につかないように、そうです、カメラマンも誰もいない、だからだその大統領に直接いただいたということをね、ずっと何度も何度もやりましたよ、これが韓国ですよということ、ハンガンの奇跡と言われてね、これはもう世界にこれは誇るべき奇跡なんだ言うけど、そのハンガンの奇跡を起こしたのは日本の金なんですよね、はい、日本のお金で、あんだけの経済、経済復興を遂げたんですが、これを絶対韓国の政府は報道しないし国民に知らせてませんよね、知らせなかったということが大きいですね、はい、だから韓国国民は自分たちの力で、経済復興したと思ってるんですが、とんでもないですよ、そのこれを知らなかったというのが大きいしね、他にね、もう経済的なものだけじゃなく技術面でも、まあ、どれぐらいなのかといってね、ほとんどのものはもうほとんどと言ってもいいぐらい、車にしても、何にしてもね、もう部品は全部電化製品にしてもね、部品は全部日本から持ってて、それでカバーして、はい、だけなんですよ、組み立ててるだけですからね、いやいや、どれぐらいかというとね、あの前にあのフィルムあるでしょ、フィルム、フィルム、写真のね、フィルム、これもね、日本からそのまま持っていてね、カバーだけ変えてね、それで海外に売るとかね、これをずっとやってきていったわけですよ、だからここにまあ、感謝しなければならないことなのに、その新日鉄に対してですよ、今ね裁判を、ね、訴えたりとか訴えられていますから、
まあ、むちゃくちゃですわ、もう思う減ったくるも何もないですわ、最低。そうですね、はい、すみません、ね、ごめんなさいね。いやでも、はい、その恩ね、恩返しという概念ですけれども、うん、はい、これがねちょっと残念ながらないですね、はい、日本に対してはね、はい、うん、文政権は今のところね、具体的にリアクションというか出せていないまま中ブラリン状態なことになっているわけですけど ね、 だからね、これはね、徴用工問題はね、政府としてもちょっと困ってると思いますよ、うん、やっぱり日本もね、さすがに徴用工問題に関しては、うん、日本政府もちょっとね堪忍袋が切れてる感じですよね、うん、でこれでね、この問題が大きくなるとですね、日本がそれまで韓国、うん、で、いわゆる工場を建てたりとか、あるいは投資してきた日本の企業がですね、はいはいはい、もうやめたと、もう韓国とはもう付き合いきれんわと、こんなもういつまでやってたらまたうちもやられるでということで、韓国から手を引こうそれありますね。未来のその徴用工問題もね、はい、就職なんでわっと韓国の学生さんが押し寄せてるじゃないですか。そうなんですね、また日本企業で就職してるんでしょ。そういうことね、いや要するに、まあ、韓国が不況やから日本企業に就職したいとか言うてね、何昔とねって話ですよ。はい、受け入れてるわけですからね。来るな来るな来るな、もう、うん、でもそれも来年、はい、もう来るな来るな、何十年後かに言われちゃったらね、はい、でもね、そうなんです、強制的に、うんうん、今ね韓国ではもう就職なんですね、はい、もう大変なこの状況になってて、はい、大学卒業してもね就職することは、うん、針の穴を通るよりも難しいと言われるくらいなんですよ、はい、まあ、どれくらいなのかというとね、はい、今年 の、 その韓国の統計庁で公開した、はい、もう9月の雇用統計を見ると、はい、の9ヶ月年連続で102万4千名 が、うん、がなってると、その失業、うん、102万、102万なんですね。でこれは1年前よりも9万2千名が増加しているということね。要するに、就職できない学生が ね、 そうですね、100万人か、それでこれはね1999年の6月から2000年3月まで10ヶ月以上を 10ヶ月以上ですね、うん、失業者あったのが、失業者が100万以上を記録した以降最長ですね。10年ぶりにその記録を更新したんですね。そうですね、だこの時は韓国の外貨危機あったわけでしょ、1997年、だ それぐらい今韓国は今大変なこの状況の中で就職できないということなので、それで今韓国でもう一つはね、日本が就職伝国だと言ってね、もうすごいですよ、日本へ行こうと言ってね、あもう、こんといてこんといてお願い、でもそれでね、もうたくさんいろいろ行ってるわけですよ。またねバカみたいにね、日本の企業はそこ行くんですよ。僕ね、その日本の企業はそこのセミナーに行ってね、募集してるんですよ、優秀な韓国の学生をね、はいはい、取ろうとか言うてる、取ったらあかんって、取ったらね20年後にね徴用工でやられるで、そのもう強制労働させられたって言われるで、ね、21世紀の徴用工、うん、いやいやいや、ほんまに考えたくないですけどね、2012年3万1000人超えていたのが、今2017年は5万5000ぐらいが日本に入ってくると、それで今どんどん今日本行こうというセミナーが開かれて、今若者たちが殺到しているっていうことなんですね。もう日本嫌いないからこんといてよ、本当に頼むわ、本当にね、はい、もうそう、もうずっと韓国で天国なんですね、はい、もうずっと韓国に乗ってキムチだけ食べてくれよ、いやいやいやダメです、そういう言い方しちゃいけませんからね、天国を求めてもう行きたいわけでしょ、若者たちはね、日本へ、まあ、ただ訴えるのだけはやめてください、やめてください、ね